お父ちゃんのお庭です。週末、家に帰宅すると、Amazon から荷物が届いていました。購入したのはこちら、マキタの充電式草刈り機です。そう、お庭の芝刈りをロボット芝刈り機に任せきりにしていて、伸び放題になっている際部分を一気にやっつけるため購入しました。今回の動画では、この新しい草刈り機を使ってみて、性能などのレビューや、以前から使っている京セラ製の刈り払い機との比較もご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回購入したのは、マキタのナイロンコードで草を刈る草刈り機です。バッテリーなしのタイプを選びました。なぜなら、こちら我が家で使っているインパクトドライバーのバッテリーがそのまま使えるからです。こういうの嬉しいですよね。ちなみにマキタはバッテリーに合わせて様々な電動工具をリリースされています。我が家で使っているのはプロユースではなく家庭用のライトな商品で、この 14.4V のライトバッテリーのシリーズです。プロユースでは 18V などもっとパワフルで幅広いラインナップを持つバッテリーシリーズもありますので、購入の際はご家庭の利用目的、頻度などに合わせてご検討ください。我が家には同じナイロンコード式の京セラ旧両備製の刈払機があり、以前動画でも紹介しているのですが、電源コード式なので毎回コードをつないで引っ張るのが億劫になってきました。こういった障害物などの動線を考える必要があったり、お庭が結構広めなので延長コードを伸ばす必要があり、特に一番辛いのはこの通路部分に長く延長コードを伸ばしながら作業するのが大変だったというものがあります。なんと延長コード4本連結しています。また意外とナイロンの風切り音も大きく、若干ご近所に気を使いながらの作業でした。仕込みでは比較的静かという声もあり、以前から気になっていたところ、この伸び放題のラフを気持ちよくカットするため思い切って購入しました。使用前にバッテリーをちゃんと充電しておきましょう。いざ開梱。内容物はご覧の通りシンプルです。本体と防護カバー、持ち手のハンドル、そしてこの袋には予備のナイロンコード、肩にかけるバンド、これは長時間作業には嬉しいですね。保護メガネ、あとはハンドル取り付け用のネジなどが同梱されていました。まずは向きを確認しながら保護カバーを取り付けていきます。プラスドライバー1本で取り付けができます。次は持ち手のハンドルを付属のネジとボルトで取り付けます。あとは肩掛けバンドを持ち手ハンドルの根元に取り付ければ完成です。とっても簡単です。そしてこの年季の入っているバッテリーを取り付ければ準備完了。いざお庭へ。肩掛けバンドがあるのでかなり軽く感じます。いいですね。ここからは以前使っていた京セラ製刈払機と比較してみます。まずは大事なお値段です。マキタは Amazon 価格で本体のみで 13,000 円弱、バッテリー充電付きで 21,000 円弱です。京セラのナイロンカッター式刈払機は同じ Amazon 価格で 9,500 円程度、10メートルの延長コード付きです。それ以上の距離は延長コードの買い足しが必要です。価格的には京セラ製というか電源コード式が圧勝ですね。次に本体の仕様を比較します。まずは重さですが、持った第一印象でマキタの方が軽く感じますが、実際はマキタがバッテリー込みで 2.7kg、 京セラが 2.1kg でした。京セラの方はコードを含んでいない重さであるのと、ヘッド部分に重心があるのでカタログ値より重く感じる気がします。またマキタは肩掛けバンドがあるのも軽く感じる要因かもしれません。取り回しのしやすさはマキタの方が上と感じました。長時間作業するので重さは大事な要素ですが、カタログ値だけではわからないこともありますね。次は本体の長さですが、今どちらも一番短い状態にしていて、マキタが約 1.23m、京セラが 1.28m です。どちらも長さの調節ができて、一番長くした状態だとマキタが 1.43m、京セラが 1.36m です。マキタの方がより長くなっています。次に構造ですが、ナイロンカッター部分の違いが大きく、マキタはナイロン1本なのに対して京セラは2本で草を刈る仕様になっています。これはパワーに違いが出そうです。ちなみに
ナイロンコードの交換について巻田製は予備のナイロンコードを手で巻き付ける方式なのに対し、東セラ製はスプールというナイロンコードのパーツそのものを取り替える方式です。自動で巻き付けることもできるかもしれませんが、2本同時にコードが出るタイプなので難しいかもしれません。マキタの取り替え用ナイロンコードは 50m で2400円弱というものがありました。東セラの取り替えスプールは 7m で900円、ナイロンコードで言えばコスパはマキタ、お手軽なのは京セラという感じです。またマキタはヘッド部分が可動式になっていて角度を調整することができます。京セラは固定式ですね。ここも使い勝手に大きな違いが出てきそうです。では実際に動かしてみます。個人的に一番気になっている音を騒音チェッカーアプリで比較します。まずは以前から使っている京セラから。だいたい 80dB 後半ですね。やはり音がちょっと大きいと感じます。次にマキタ、だいたい 70dB 前半です。 15dB ぐらいの差ですが、騒音の目安と比較するとかなり差があると思います。個人的な感覚でもマキタであれば近所の方がうるさいと感じることはあまりないのではと思います。特にこういった両隣がご近所のスペースの作業には音が小さい方が助かります。さらにマキタの替えのナイロンコードにはこういった静かで切れ味が上がるものもあるようです。なんと作業時間も上がるようなので、次の機会に試してみたいと思います。続いて切れ味比較です。付属のゴーグルをつけて京セラから、いつも通りの切れ味です。2本のナイロンコードが気持ちよく伸びた芝を刈っていきます。続いてマキタ、京セラと比べるとパワーが弱く感じます。綺麗に刈り終わるまで少し時間がかかる印象です。切れ味は京セラの方が明らかに上でした。この辺は音の大きさや構造とのトレードオフといったところでしょうか。刈り比べという点では、こういった障害物の下の草刈りでは京セラは構造上途中で引っかかって奥まで刈れないのですが、マキタはヘッド部分の角度を調整できるので奥まで刈ることができます。比較をざっとまとめると、使いやすさ、お手軽さや機能面ではマキタの充電式電動草刈り機が上、パワーや価格面では電源コード式電動仮払い機が上となりました。また個人的にウェイトの高い騒音問題はマキタの方が静かでストレスなく使えるのがポイントが高いです。それではここから実際に際刈りを行います。やはり京セラに比べるとパワーは劣るように感じますが、伸びた芝生程度であればスムーズに刈れていきます。少し太めの雑草や芝生が密集している部分になると抵抗を感じ、刈り終わるまで少し時間がかかります。やはりコードがないので気楽に際刈りができます。ここで充電が切れました。だいたい連続使用で15分から20分程度で充電が切れる感じです。カタログ値だと約35分とあるので、これは私のバッテリーが老朽化しているということだと思います。幸い2個バッテリーがあるので入れ替えて使っていきます。障害物の周りも良い感じで枯れていきます。パワーが比較的小さいので木の柱に当たって傷がつくのもそんなに気にならないです。しかしちょいちょい充電が切れるのは少し面倒です。中古のバッテリーなので15分から20分ほどで充電が切れるのに対し、充電時間は約35分くらいかかります。長時間の使用になるとこの空き時間が出るのは少しストレスかもしれません。今回は空いた時間で刈った後の芝生を集めてきれいにしたり、水分補給の休憩を取ったりしていました。ヘッドの角度を垂直にするとエッジを刈ることもできます。普段はほとんどやらないのですが、試しにやってみました。ちょっと手が滑って削りすぎたところもありますが、きれいにできました。もちろん芝生だけではなく雑草も刈ることができます。裏庭もきれいにして、そしていよいよ最後の難関の長さ20メートル超のこの通路の際刈りに入ります。早回しでお届けしていますが、だいたい20分程度で充電が切れ、バッテリーの充電を 5,6 回繰り返しているので結構時間がかかっています。
少し時間はかかりましたが、おかげですっきりした通路になりました。これで木上がり作業が完了です。いつも思いますが、日上がりをすると庭がすっきりと明るくなったように感じます。今回、この牧田の草刈り機を使ってみて、また以前の京セラの刈り払い機と比較した感想としては、音が小さくご近所への騒音ストレスが減り、また充電式で面倒くさい電源ケーブルの扱いがなく、気軽に使うことができるのがとても良い部分でした。その反面、パワーが若干物足りないというのと、充電時間のタイムラグがあったので、電源コード式に比べると作業全体の時間がかかるというのがデメリットと感じました。総評としては、我が家のニーズにはとても合っている製品だと思いました。パワー不足や充電時間はバッテリーが新品でないことも影響しているのかもしれません。結論として、我が家の一軍としての活躍が期待できる製品だと思います。今回紹介した製品などは概要欄にもリンクを貼っていますので参考にしてみてください。それでは本日の動画は終了です。今後もお庭を楽しむ動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。中学生の息子でも簡単に使えました。